立教大学体育会ラグビー部は関東大学ラグビー対抗戦に所属する立教大学のラグビー部である。愛称は立教、略称は立大、部のエンブレムはゆり、試合前に高科聖賞をする立教大学の選手たち1923年総部で1928年から始まった関東5大学対抗戦に参加した伝統を誇る。 翌1929年には3勝1分で初優勝を果たした。これまで全国大学選手権出場の経験はない。2013年度に関東大学ラグビー対抗戦 B グループを全勝優勝。入れ替え戦で日本体育大学を破り、2014年度から A グループに2年ぶりに復帰した。2015年度に関東大学ラグビー対抗戦 A グループで全敗。 入れ替え戦で、成蹊大学に敗れ、B グループに降格。2016年度から2019年度まで、B グループで、全勝優勝。2019年度の入れ替え戦で、成蹊大学を破り、2020年度から、A グループに5年ぶりに復帰する。年はすべて年度。近年のチームの戦績は、以下の通り。1、カムラッツ、ザラガーシーズン、コールズナウフォーユアサポート、ソギャザー。 オンザタッチラインアンドシーアワーバトルズフォート立挙立挙立挙 .2、ハッスルアップイフォーワーズパックタイトザスクラムアラットエスゼンヒールザボールアウトニンリーアンドランウィズオールユアマイト立挙立挙立挙 .3、ティルセーリングオーイアールザクロスバー、ザボールゴーズセーフリーオンアンド立挙エスシャウトリングスプラウドリーアナザービクトリーオン立挙立挙立挙ラグビーは 紳士のスポーツと呼ばれています。それはなぜか、この答えは近代英国にあります。当時、パブリックスクールと呼ばれる中、上流階級指定の通う名門私学は、フットボールを将来のジェントルマン育成の手段として利用したのです。それ以降、サッカーがプロ化に伴い勝利至上主義やフーリガンの出現など、紳士育成手段としての色を失っていくのとは異なり、ラグビーは、 ノーサイドの精神、アフターマッチファンクションなど独自の精神を残してきました。しかし、そのラグビーも近年、ついにプロ化しました。1対1の対抗戦という意味も薄れ、トーナメントや勝ち点制のリーグ戦が主流になっています。プロでは、勝利やトライに対するインセンティブも導入されています。勝っても負けても相手を心から称えるということが難しくなってしまったのです。 悲しいことに国内外の TV 中継では明らかにラグビーの精神に反した選手の姿をたびたび目にするようになりました。ラグビー精神が世界的な危機に瀕しています。そこで立教は今年から次の立教ラグビー宣言を掲げます。以上、これらは決して勝利を追求することと矛盾はしません。ラグビー精神を体得したチームの方が 目先のメリットに執着するチームよりも絶対に強いと確信しているからです。私たちはこの宣言を忠実に守り、ラグビーをプレイする少年、少女の模範となるべく日々行動します。私たちの考えに同調してくれるチームが増えることを祈ります。2005年9月立教大学体育会ラグビー部、ありがとうございます。